はい、新 AOJ ことせいやです。今日はですね、今日2016年、最後の日ということで、はい、この動画を撮りました。でですね、あさって1月2日から3日かなぐらいまで、ちょっと東京に行こうかなっていうふうに思います。友達1人と兄弟2人連れて行くということで、まあ、東京に行く予定です。まあね、あんまりね、まあ家にいても面白くないということですね、ちょっと東北の方に行こうかなというふうに、もう僕も大人ですから、行こうかなっていうふうに、思います。行く内容としては、まず、まあ、妹の行きたいところと、まあ、友達の行きたいところだったり、まあ、いろいろと行きたいですね。例えば、やっぱり東京と言ったら、UUUM、YouTube のね、UUUM のところがあるということで、見学できるのかな、確かなんか、見学した YouTuber いた気がするんだけど、見学したいんですね。そしてもう、いろいろヒカキンさんとかセイキンとかはじめ社長とかフィッシャーズもいるんで、そこに会いたいんですよ。とりあえず僕も YouTuber として会いたいですし、友達もね YouTube すごい大好きで、フィッシャーズとか禁断とか、いろいろと見てるんですよね。うん、まあ結構会いたいということです。あとね、東京行けたらなんですけど、東京ドームシティで今ウルトラマンのイベントもやってるみたいなんですよ。でそのキャストさんとか来たり、それで、ね、まあさっき YouTube で勝俣さんの動画を見てたんですけど、はい、だからやってるみたいで、それも行けたら行きたいなっていうふうに思います。まあ、ちょうどね、もう明日1月1日なんですけど、もうカレンダーウルトラマンにします。はい、ウルトラマンでも後ろにはもう今日掃除したんですけどね、大掃除、ちょっと棚をね拭きまして、でまた、並べました。うん、という感じです。うん、テレビとパソコンも今つけてるんですけどね、テレビは一回音をなしにしてるという感じです。はい、東京といえばとあるの、とある科学のレールガンのロケ地であり、ラブライブのミューズのロケ地でもあるんですけど、はい、めちゃくちゃワクワクしてます。はい、いやー、なんでね、たまには愛知から抜けて東京でね、ちょっと楽しみがないなっていうふうに思います。皆さんお願いします。はい、多分ホテルで泊まると思うんで、それでそこでは動画を撮れたら撮りたいなっていう、ふうに思います。まあ、そっちくんもね、行くんですけどもね、はい。で、今はね、ちょっと、部屋にはいないですけどね、リビングに今いるんですけどね、はい。まあ、そっちくんも来ます。ということで、東京でもし見かけたら、声をかけてください。お願いします。はい。声をかけてくださいね、とりあえず。そしてまあ、ね、有名な方とコラボしましょう。ということで、終わりたいと思います。ということで、深夜おじごとせいやでした。では、またねー、バイバイー。